垂れたお尻を何とかしたい。上半身を痩せるのに下半身だけなかなか痩せない。お腹全体よりも下側が出ている。一つでも当てはまった方は今回のエクササイズで改善できます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、垂れ尻、下腹ぽっこり、下半身痩せ、この3つともできるエクササイズを紹介していきます。ポイントとしては骨盤を安定させる中殿筋がポイントになります。ここの筋肉が弱ってしまうとどうしてもお尻が垂れてしまう。体幹部が安定してなくてお腹が出てしまう。骨盤の歪みから下半身に老廃物が溜まりやすくなって、なかなか足が細くならない、むくみやすい、そういった原因が起きてしまいます。そこでチェックをした上で当てはまった人は必ず今回のメニューをやってください。どんなにスクワットをしたり、どんなにストレッチやマッサージしても根本を改善しなくては変わりません。2つチェックをしていきますので、まずはうつ伏せになってみてください。うつ伏せで足は軽く開いて楽に寝っ転がってみてください。この時につま先が内側向いてしまう。つま先がこのようになってしまう。まっすぐだけど内側を向かせたい、そういった場合は中殿筋が弱ってしまって股関節が内旋してしまって、横脚 X 脚、お尻の力がなくなっているので骨盤が安定しなくなっています。もう一つ、立った状態で片足もも水平まで上げてみてください。この時に骨盤が傾いているよっていう方は危険です。通常は上げてる足も骨盤は一緒なんです。このように水平になってます。反対の足も一緒です。上げた時に上げた足の骨盤の方が高い、こっちの方が縮んでる、これは要注意です。通常はここの幅は一緒です。こうではなくこうです。骨盤がまっすぐなっているのが普通です。ですが中殿筋が弱ってしまうと骨盤をまっすぐ保てれないので、このように上げてる足の骨盤が高くなる。そうなってくると下腹が出やすい、下半身痩せができなくなる、お尻が垂れたままになる。今のどちらか当てはまったよって方は一緒に頑張ってみてください。それでは紹介します。まずは今の片足上げて骨盤をまっすぐにした状態で30秒止まってください。バランス崩したら足をついてまた上げてください。これはまずやっていきましょう。各足30秒です。いきます。スタート。骨盤が上がらないように必ずまっすぐにした状態でキープです。手を腰に当てると分かりやすいです。まっすぐ腰の位置に手があれば OK。片方上がっていたらダメです。こうです。バランス崩れたら足ついてもいいです。まっすぐにしてください。少しです。はい、 OK。 反対いきましょう。スタート。片っぽ上がらないように落としたままです。このままももを水平、これだけでも結構お尻がね、横の方が痛ければちゃんと効いてます。何度かこっちの上がってしまう骨盤を落としてください。胴体部分をまっすぐにさせます。上がったらダメです。落とします。はい、 OK。 次は横向きになって寝ます。下の足は楽にしてください。上の足はつま先をちゃんと前に向けて、つま先が開かないように前向けてキープ。いきましょう。30秒、スタート。つま先をしっかり前に向けて、止まっとくのつらいよって方はね、少しね一度動かしてもいいです。ですが下よりも高い位置でキープしている時間が長い方がいいです。しっかり胸張ってね、体まっすぐにしてください。お尻の横の方が痛いよっていう方はちゃんと効いてます。痛くないよって方はつま先もっと前ですね。はい、反対いきましょう。スタート。まっすぐにしてください。できるだけ高い位置、つま先が上向かない、前。これでね、中殿筋が鍛えられます。あと少しです。はい、 OK。今度は中腰でつま先まっすぐ向けて横に動いていきます。いきましょう。スタート。
こういう感じね。1、2、1、2、1、2、こういう感じです。本当は反復横跳びとかすごくいいんですけども、やっぱりねバタバタしちゃうんで、静かにこういう感じでね横に足を動かしていきましょう。ちょっと、はい、OK。 次は四つん這いです。足を横に上げて、できれば水平、膝が前でも後ろでもなく真横、ここで刻みに足を動かします。いきましょう、スタート。こういう感じです。膝をねあんまり曲げないように90度で動かします。これでねお尻の横、中殿筋が鍛えられます。これはね結構つらいですよね。お尻痛いよって方はねバッチリできてます。逆に膝ついてる方もお尻痛くなりますから、はい、 OK。 反対も行きましょう、スタート。この上げてる側のお尻じゃなくて、ついてる側のね、膝ついてる側のお尻も効いてますんで、上げてない方のお尻が痛いよって方も正解です。結構ねこれ辛いですが、鍛えることでね下半身痩せしやすくなってお尻が丸くなります。よーし、 OK。 ラストはカエル足の状態で、つま先を開いて、このまましっかり股関節を開いて上がる。これを最後10回です。いきましょう、スタート。1、スピードを一緒に合わせてください。2、膝をできるだけ開いて、3、できるだけ低く、4、5、股関節しっかり開くことでお尻を横に引きます。6、7、はい、 OK です。お疲れ様でした。今回のエクササイズを続けて行うことで、お尻のへこんだところ、垂れているお尻、そういったお尻が改善されます。片足上げても骨盤が斜めにならないようにまっすぐ保つことができれば、歩いていても体幹が鍛えられる。骨盤が正常の位置に安定しますので、体の歪みが改善されて下腹ポッコリがなくなってきます。頑張ってやってみた方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。